はいどうもこんにちは今回もアクションの動画を見てくださり本当にありがとうございますこの動画では流行りのダンス動画にネオンの線やイラストを挿入していく方法をご紹介していきます このイラストを動きに合わせたりする方法にはいくつか方法がありますが今回は最も簡単にできるブラシとペンツールを使った方法をお伝えしていこうかと思いますこのやり方を使って是非ともあなたの SNS を伸ばしていってみてはいかがでしょうそれでは早速見ていきましょうアクションこの動画はあなたのコメントやシェアによってサポートされております ぜひともこの動画に対してアクションを撮っていただければより良いチュートリアルを作るきっかけになりますということで今回は映像の中に書き込んだイラストを動かしていく2つの方法をまずは紹介していきますまずはアフターエフェクトのプロジェクトにあなたが踊っている動画を差し込んでみてください今回は仕方なく私が適当に踊っているのですがダンスがあまり上手くなくてもそれっぽく見えるのが今回のエフェクトのいいところでもあります もしチュートリアル用にダンス動画を提供してくださる心の広い方はぜひとも私に動画を送ってください作成した動画はプレゼントいたしますということでまず一番下に元となるダンス映像を入れておいたらまずはこの手を上げるところにエフェクトを加えていくとしましょうそしたら最初にこのクリップをコマンディーで複製しておきますそしたらエフェクトの開始のところでオルトプラス l t を押してインテンを決めておきましょう まず1つ目の方法ですが今回はペンツールを使ってマスクを描いていきます映像の中で手が上がる軌道を描いてこんな感じでペンで曲線を描いていきましょうかすると当然レイヤーを開くとここにマスクが見えますねそうしたらこのレイヤーに対してエフェクトの中の描画のところにある線のエフェクトをこれに加えていきます そしたらこの線をエフェクトコントロールでブラシのサイズだったりブラシの硬さをその都度調整をしておきますそしたらこれでペイントスタイルを元のイメージから透明に変更しておきますこうすることでこのレイヤーは今マスクだけしか映っていない状態になっておりますそしたら塗りの色のところで線の色を決めておきましょう今回は薄い赤にしておきますそれでは続いてこの線のアニメーションのやり方です まず、クリップの始まりのところにインジケーターを持ってきておいて、ここで開始と終了のアニメーションをオンにしておきます。そしたら、ここではどちらも0%にしておきましょう。クリップに対してキーボードの U を押すとタイムラインの中でキーフレームが確認できます。そして、手が上がったところで終了の数値を100%にすることで、この線が下から上に伸びていきますね。 この開始のところの数字を100%に上げていくと今度はこれが下から上に向かって線が消えていきますそうしたらタイムラインの終わりのキーフレーム2つは右クリックのキーフレーム補助から e a s ー e ー,ーズイ In を追加しておきましょうそして始まりの2つのキーフレームはイージー Ease Out ーにしておきますそうしたら開始の方のキーフレームをずらすことによって線が下から上に流れていくようなアニメーションを作り出すことができますね ももしもマスクパスの位置とか始まりの点をずらしたければガイドを表示しておいて少しずらしておくといいのではないでしょうかさあこれで映像とアニメーションをそれぞれ確認しながら微調整をしてみてくださいもちろんペンツールを使うと曲線の度合いも変更したりすることができます さあ最後の仕上げにこの線に対して今度はエフェクトのスタイライズの中にあるグローを選択してネオンのように輝かせていきましょうか今回はこのグローカラーを A&B カラーにしておいてカラー A とカラー B を変更することによって線の色が変わってきますグローパ位置は0%にしておいてからグロー半径は少し広げて30% そしてグロー強度はもう少し強めにしておきましょうその他中心の色の度合いなどは線の色を変更することで変更することができますのでここで調整してみてはいかがでしょうかさあということでこれが一つ目の方法ですねペンツールを使って線のエフェクトを加えていきましたこのやり方はモーショングラフィックスのところで解説したので知っている人も多いかもしれません 続いての2つ目の方法はどちらかというとアニメーションつまりアニメやパラパラ漫画に近い方法をご紹介していきますということで再び一番下の元の映像をコマンディーで複製しておいてから適当に名前を付けておきますそしたら今回使うのはブラシなのでウィンドウのところからブラシのメニューが表示されていることをあらかじめ確認しておきましょう今回はこのブラシとペイントというメニューを使ってアニメーションを書き込んでいきます お絵描き用のパネルを開くためにお絵描きをする元のレイヤーをダブルクリックしましょうするとさっきのコンポジションのバーではなくてレイヤー用のバーが表示されますこのレイヤー用のバーでは指定したレイヤーだけを編集していくことができますということでブラシツールを選択しておいた状態でこのペイントのところのメニューを開きますペイントの種類はアニメーションによって変わってきますが一定だとイラストが固定化され 連続だとさっきのペンツールの線のアニメーションと似たようなやつです。このワンフレームというのを使うとパラパラ漫画風にアニメーションを一つ一つ作っていくことができます。ということでこれを設定しておいてからブラシの設定を見ていきましょう。ここでブラシの太さや硬さを選べるのでここから映像にあったブラシを選んでおいてから早速映像の中にお絵描きをしていきましょう。 この2つ目のレイヤーも先ほどと同様にお絵描きが始まるところで Alt+++ をしておいてインテンを決めておきましょうそしてさっき作ったエフェクトですがこれはもう使わないのでこれまた Alt++++++ をしてアウトテンを決めておきましょうかさあということでレイヤーの設定をしたらお絵描きの続きです コマンドを押しながら方向キーを押すことで次に進むことができますのでお絵かきをしたらワンフレーム映像を進めてまたお絵かきをしたらワンフレームを進めるという地道な作業を繰り返していきましょうフレームレートは動画にもよるかと思いますが当然フレーム数が多い動画ほど作業が大変になりますのでここのところは注意が必要ですね ちなみに今回ご紹介した15秒ほどの動画ですが私の場合は初めて作ったこともあり20時間ほどかかってしまいました1秒あたり1時間以上かかっていることになりますがそこは地道にやっていきましょうさあということでアニメーションが一通り終わったらここでオルト閉じ括弧をしてアウトの部分を決めておきましょう そしてこれで確認してみるとこんな感じで手に赤いモヤモヤがついていってますねそしたらこれをネオン色に変えていきましょう今回は先ほどと違いブラシなのでエフェクトの描画から塗りを適用しましょうこうするとわかりますが今このレイヤーは映像とブラシが一緒になった状態で塗りのエフェクトを加えるとそれらが全て塗られてしまいますそこでこの透明状にペイントというのにチェックを入れておくことで 映像の部分は透明になってペイントの部分しか表示されなくなりますこれで塗りの色を変えていくことによってさっきのイラストの色を変更することができます当然このカラーもアニメーションが使えるので例えば初めにカラーにキーフレームを打っておいてからだんだんと色がピンクに変わるようにしたりすることもできますねまたまたいつものごとく右クリックからキーフレーム補助を両方に付け加えておきましょう そうしたらその他ブラシの太さやタッチなどを変える方法をご紹介していきますこのエフェクトの中にあるマットからチョークというのを選択して適用しますこのチョークマットの数値を変えることでブラシや線の太さを変えることができますので後で変えたくなったり太さに関するアニメーションを作りたかったらここで変更してみるといいのではないでしょうかそしてもう一つブラシのタッチを変える方法ですがこれはエフェクトの中のスタイライズにあるモザイク もしくはラフエッジやブラシストロークというエフェクトを適用するとブラシの質感や強弱が変わったりします例えばここではブラシストロークを選択してみますこのブラシストロークでブラシサイズとかを変えるとなんだかゴワゴワしたようなちょっと筆で描いたような感じに変わったりしますここもうねうねと動かしていったり何か変化を加えたい時とかに使ってみるといいのではないでしょうか そうしたら最後にこのブラシに対して先ほどと同様にスタイライズの中にあるグローのエフェクトを加えて光らせていきましょうこの設定も先ほどと同様です色位置は0で半径30の強度は3にしておきますそしてグローカラーを A&B にしておいてからカラー A とカラー B をそれぞれ決めておきましょうもちろんここの度合いも映像によって変わると思いますので色々と試してみるといいかと思います まあトマはこんな感じで手を振り上げて炎がつくような感じが出来上がりましたね色とかもそれぞれ変えていきたければまたキーフレームを使っていけばいいかと思いますここで加えた光のアニメーションを変更していきたければモードの設定のところからそれぞれモード設定をすることでまた見え方が変わっていきますので色々と試してみましょうさあということで今回の動画は以上です あとの作業は同じようなことの繰り返しになるのでここから先は早送りをしていきながら見ていきたいと思いますもうやり方が分かった方は早速このエフェクトに取り掛かってみましょうこんな感じでブラシで描いたりまたやり直したりを繰り返していくとめちゃくちゃ時間がかかるのですがクリエイターは質が高くなるにつれて描ける時間も長くなっていきますなのでここは辛抱して時間をかけて制作してみてください なお今回の15秒の動画で作ったアフターエフェクトプロジェクトはダウンロードできるようにしておりますので受講生の方はダウンロードして参考にしてみてはいかがでしょうかさらに応用編としてこのダンス動画の作り方の続きもまた解説していきますのでお楽しみくださいまたダンス動画を提供してくださる方はコメントお待ちしておりますそれではここまで見てくださり本当にありがとうございます楽しんでいただけたでしょうか この動画が少しでもためになったらコメントや動画の拡散もよろしくお願いしますそれではスキルを身につけ新たな世界へ挑戦するヒーローとなれいつか会える日を